角度問題。ちょっとした発想でサクッと解ける両問です。では始めましょう。 AB イコール DE、 BC イコール CD の時、各 CED の大きさを求めてください。では解説をします。三角形 ABC の外角定理より、角 BAC イコール 110-70 で40度であり、一直線により角 ACB 足す角 ECD イコール180度、 BC イコール DC、これにより右図のように三角形 ABC を180度回転させると三角形 ADE ができ、AB イコール DE という条件により三角形 ADE は二等辺三角形です。よって底角が等しいので角 CED イコール角 CAD イコール40度が正解となります。